よ決勝戦、田中は取ったばかりの IWGP ジュニアタッグのベルトを携えて登場だ。初代のベルトをかけて戦う相手は優勝候補ナンバーワンの濱田親子。だけのチームで、やっぱ親子のね、そういう絆なんですかね。3試合通してみて、やっぱり、まあ、どのチームもあれでしたけど、やっぱり試合後に、まあなんていうんですかね、負けは負けで、やっぱ負けたことは悔しいんですけど、やっぱ試合が終わったっていう、試合したっていう充実感っていうんですか、まあ、今回のやっぱ決勝が一番ありましたね。準優勝ってことは必然的にまた挑戦権が回ってくると思うんで、ね、ベルトができたからには防衛戦とかもやっていくんだろうし、やっぱりこのチームで今度は田中選手がじゃなくて自分が2冠王に、ね、なるぐらい、うちのベルトもそろそろ、ね、私も行かないといけないと思うんで。そうですね、はいね、2000年7月16日後楽園ホールでのこの一戦が深川由美のラストファイトとなった。Yeah!
自分でもうできないんだって思って、でもやっぱりやりたいし、ね、仲間の試合とかを見てたりとか練習を見てたりとかして、やっぱり自分がやりたくなっちゃうし、だからそういうのでそういう状況で売店とかついていて、ファンの人がもう待ってますから、ゆっくり直して復帰してくれるの待ってますからって言われた時とかもうね、うわどうしようって思って、待ってますって言ってくれてるのに私はねその期待に応えられないんだって思うとね怪我してからもいろいろ悩んでたんですけど、やっぱ自分にとって一番自分でやっぱすごいと思えるのは、まあ、背もないしね、だからその中で一番自分がすごいと思えるのがやっぱり打たれ強さっていうことを自分で言ってて、でやっぱり相手の技をねちゃんとなんて言うんだろう、何でもこう顔で受けても私は平気よっていうのを見せるのが深い読みだったから、それができないとしたらやっぱり自分はなんかレスラーじゃないっていう風なことを言ってた時もあったんで、彼女もすごい悩んで、ね、決心したことだと思うから、そうですね、かっこいいですよ、ね、だけ、まあ、本当は、ね、もっとすごい強くてイメージですよ、もう背が高くなって強くて見かけもかっこいい、そういうレスラーになりたかったんですよね、ストロングスタイル。でも全然それはやっぱり自分に合ったものではないし、個性をね、わざわざ
わざ殺してまで違うことをする必要はないし、自分の個性に気づいてそれを伸ばそうとしたことが、私はベルトとかは負けなかったけど成功したと思ってる。